お疲れ様です。一軒家を持ってみるとね、確かにね、雑草が生えてきたりとか虫が湧いたりすることすごく気になるんで、家のメンテナンスを積極的にするようになるんですよ。そうなると、例えばね、週に5日とか6日働いてたらとてもじゃないけどできないなってことに気づきました。今私の環境で家の整備しても、まあ本当にね、追っつかないぐらいですよ。そのぐらい敷地の大きな家を持つとそれね、大変ですよ。庭付きとかね。だから最近では庭がなくって、草が生えなくって、そこに砂利引いたりコンクリート引いて駐車場にしてる例が多いですよね。ほとんど家の中に植物を置かないとかで、我が家なんてのは庭に石がね、こう埋まってて、瀬戸内海の風景をね、昔の石庭みたいにしてますんで、好きなんですけども負担ですね、やっぱりね。だからね、好きなものにはコストがかかるかなと。コストがかからないもの好きだといいんですけども、まあくるめて付き合ってみないと分かんないってところがあります。で、雑草をこう枯らすためにお湯をかけたんですけども、1ヶ月もしないうちに新しい強靭な草が生えてきまして、元の木阿弥です。だから、なんか強力なね、なんか薬剤で根絶やしにするっていうのがいいのかもしれないですよね。でもなんかね、薬剤買って根絶やしにするのもなんかちょっと気持ち悪いんでね、やっぱまたお湯かけるか草取りでもするかってとこですか。まあボーボー生えてきますよ、いくらでも。まあどっちかっていうとね、山を切り開いて人間様が後からやってきて住んでるわけですから、まあ自然から逆襲があっても当たり前なんですけどもね、まあということで今日も頑張っていきましょうか。付き合ってみないと分かんないですよね。あ、でもね、あのセルシオの30って今でも十分サポートを効いてますし、パーツはたくさんあるし、で見栄えもいいですしね。いや、私はね、30のセルシオ本当ね、惚れ直しましたね。見るたんびに駐車場止めるじゃないですかね、スーパーとか行って、で帰ってくるじゃないですか。遠くから自分の車に向かっていくときに、はええなあって思いますね。やっぱりね、これだよなあと思いますよ。あのローダウンしたところとかね、あのスポイラーがピシッとついてるところとか、ホイールのあのセンスとかも、確かに30年前のセンスかもしれませんけども、私の青春のタイマーは20代で止まったままですからね。ナイトライダーもやっぱかっこいいですね。昨日ね、ヤマト君とナイトライダー乗ってみたんですよ。で、ショート動画撮ってみたんですけども、車内っていうか、やっぱりすっごい汚れますね。ほっといたら。今日はちょっと洗車しようかと思います。洗車も楽しいんですよ、でも。うん、金はかかるけどもね。じゃあ、いってらっしゃい。